はい、そろそろ時間になりました。どうでしょうか。走りましたか。エラーとか出たとか、何か変なことがありましたか。皆さん大丈夫でした。エラー出ませんでしたか。はい、じゃあいいですかね。さっきお見せしましたが、これですね。ロバスト PCA のこの、1行でできてしまいますね。で、ここで、あとは、これが、ロバスト PCA を1行でできてしまうのと、こちらはさ普通のというか、特異値分解を使って、ランク2のリコンストラクションをした、SVD で分けて U1 と S1 と V1 というのを分けていって、そして特異値の最初の2個だけ取ってきたものをマップし書いています。で、そこがいいですよね。それをやるとこのような図が出てきて、 X がこういうふうに与えられたときにローランクの構造、ノイズがいっぱい乗っているにもかかわらずローランクの構造が出てくる来るロバスト PCA とノイズの形、ノイズの形によって違いますけども、ノイズによって歪められてしまって、これノイズの方が、大きさが大きいので、ノイズの方に引っ張られてしまって、その低ランクの構造というのを引っ張れてないというのが、見出せてないというのが、この、通常の特異値分解で、やる計算でした。違いが分かりますよね。こちらの方が低ランクの構造というのをうまく捉えられているにもかかわらず、こちらはまあ、なんか、もともとの構造歪んでしまったのが、ノイズに引っ張られた構造が出てきてしまっている。はい。で、最後、あと15分、10分ちょっとで、顔解析の話をちょっとだけして、終わりにしたいと思います。で、同様に先ほどの、スパースレプレゼンテーションフォークラシフィケーションで説明した、データセットを使って、このデータというのを、この X というのをロバスト PCA で、分解してみましょう。この人は被験者1、先ほどの被験者1の人が出てきて、この人の中に64枚の画像があります。それ64枚の画像をこう書いてます。これは何をしているかというと、この人、同じ人ですね。それがいろんな証明条件を変えていますね。証明条件を変えたの、先ほど50枚使ったんですけども、今度64枚使っています。64枚持ってきて、そしてロバスト PCA をかけると。で、ロバスト PCA をかけると、これは、こうかな。ロバスト PCA をかけると、これちょっと計算してますね。オリジナルな一枚一枚のものっていうのはこういう顔をしてるんだけれども、低ランクの行事、これというのは低ランクの部分と、スパースの部分、この、例えばこれがいいですかね。この鼻しか見えてない部分っていうのは、ここもうこれだけ見ても鼻しか見えないですよね。鼻しか見えないんだけれども、ここの部分を見ると、ここの部分を見ると、鼻という鼻しか見えないんだけども、対応するところを見ると、顔という低ランクの近似のところと、ここのところに、鼻の部分のスパースなノイズのところ、 S というのがここのところ鼻だけ出てるというのが、分解できます。で、ロバスト PCA により何ができるかというと、顔画像の部分と照明による変動の部分を系統的に分解できる。で、次のスライドにもうちょっとまとまっていて、オリジナルなの X というのが、このイメージ3、イメージ4、イメージ14とこうあって、これは鼻だけ光が当たってたり、これは、こちらから光が当たってたり、こっちは横から当たってたりしますね。上からかな、上から当たってるのか、このこちらから当たっている。で、これは横から当たっている。この人の顔という構造は共通にあるんだけれども、その中で、照明というのが乗り方がいろいろ違っている。それがスパースなノイズとして、分解される。で、低ランクの近似というのは、この画像に含まれているすべての共通の、
低ランクな表現というのを引き出してくるもので、これが低ランクなところになってきて、この画像、この画像が、この画像というのは低ランクなこの、顔と、プラス、この鼻のこの光っているところというのが、出ている。でこれなんかも、この画像というのは、顔と、ここの影の部分ですね、正面になっている影の、これここが影になっているのが、こっち、この左下からこういうふうに照明が当たっているので影がこうできる。これの場合だと右の上か左の上から照明が当たっているのでここに影ができる。でこれだと左の横から、照明が当たっているので影がこうできるというのが、顔と、影の部分というの、影か光か、光の部分というのが、系統的に分離することができます。これがロバスト PCA によって顔画像解析をしたい。例えばこういうのを、顔認識をしたいときに、この人とこの人が同じかと言われると、ピクセルの値が違いすぎて比べようがないわけですね。でそういうときにどうするかというと、ロバスト PCA をかけて照明の変動分をさっぴいて、この低ランク近似のところで残っている、ところを見れば、比較的ここでは同じ、比べるのに難しくないですね。ここでこの人とこの人は同じか、この人とこの人は同じかっていうのは比較的やりやすいですけども、こういうふうに照明が大きく違うときには、ピクセルの値でこれはとても小さい値をとっていて、こうやって鼻はとても大きい値をとっている。こういうときに、この顔とこの顔が一緒ですかって比べようが、直接比べるのはちょっとあまり良くなくて、こういうふうに照明の影響をロバスト PCA で取り除いた状況で顔を分類したり認識したりすると、間違いが少なくなるんですね。問題がより簡単になる。で、ロバスト PCA の、分類で顔と照明による変動分を系統的に分離することができる。で、これ PCA とロバスト PCA と PCA でやったやつですね。PCA でやると、この鼻のところとかは鼻のやつでほとんど変わっていない。いうのがちょっと僕がやったのかな。まあこれはいいとして、一つ面白い例としては、この表情も分類できるということですね。この人はいろんな表情をしてる、これ、ニュートラルというか何も中立な顔、これちょっと嬉しい顔、これ驚いてるのかな、これちょっと眠いのとか、これ疲れたとか、これも嬉しいかね、これはちょっとなんか、いぶかしげな表情とか、サングラスをかけてる、こういう表情が与えられたときに、これも低ランク近似と、低ランク近似が出てきて、そしてさらにプラススパースなノイズのところに分離してあげると、顔のここのところっていうのは、ちょっと見るとちょっと変わりますけど、なんか同じようなものが出てきて、そして、ここのスパースのところに表情の変動分が出てくる。これは口を開けてるところが大きく出てますね。でここなんかは歯を見せているところが出てますね。でここなんていうのはこのサングラスのところが出ていて、ここがスパースに違うということを言って、ここが、変動分としてスパースノイズとして出てくるというのは、つまりこの、元々の顔の画像にどこが画像の、全体のベースとなる表情、これは先ほどは照明でしたけども、こうやって表情とかサングラスをかけてみる、でそういう変動を加えたときにベースとなる顔というのを低ランク近似で取り出すことができて、スパースノイズの部分、スパースノイズの部分には表情の変動分が出てきているというのが分かります。で、もうほとんど時間なんですが、ちょっとだけコードの説明をすると、ここにコードの説明があって、ロバスト PCA のコードが書いてます。でここのところで、先ほどの、難しそうですねっていう式をやったんですけども、データ X が与えられたときに、ちょっとここのところは細かい説明をしませんが、S が与えられたときに L をアップデートしなさいというのはこの1行で書いてあって、シンギュラーバリュースレッシュホールディングの X
のこの行列をミュー分の1というパラメーターでスレッシュホールディングしなさいというのが、ここです。です。さっきの、今何の説明をしているかというと、ちょっと戻りますね。あっち行ったりこっち行ったりしてごめんね。L のアップデートというの、S が与えられたときに、S を固定したときに L をアップデートするというのはこの式。L があって、この、式を、シンギュラーバリュースレッシュホールディングする。で、これが L のアップデート、S が与えられたときの L のアップデートの式で、これは L が与えられたとき、L、行列 L を固定したときの S のアップデートの式というのは、こっちに L を、今の固定された L を使って、新しい S を作ると。それを繰り返すという話でした。で、それをコードで書くとそんなに難しくなくて、まず、S、L の、S が与えられたときの L のアップデートは、シンギュラーバリュースレッシュホールディングというのを使って、この、これですね、X を特一分解して、S のところをシュリンク、この式を使って、シュリンクするというのが、この、行列 L の計算だと。そして、L が与えられたときに、S が、S を計算し、アップデートしなさいというのはこの式で、S で、この式、この中に入っているものをシュリンクしなさいということで、この各成分に対して、このシュリンクの関数を、当てはめて、当てはめるというですね、さっきのこの関数というのはこういう関数でしたね。それを計算している。僕は先ほどの式をこうやってインプリするとそんなに長くない。そして L と S をアップデートしてぐるぐる繰り返していって、これが収束するまでやりなさいと言っているのが、ロバスト PCA の、基本なコードです。で、今説明した数式をこういうふうに素直に数式に、コードに書いてあげて、解いているのがロバスト PCA で、使うときにはこのロバスト PCA、皆さんもちろんこの数式とかこのコードとか理解してください。ちょっと落ち着いて考えてみてください。で、まあ、終わったら見てみてくださいね。で、ロバスト、使うときにはこの中身を忘れて、ロバスト PCA、行列を持ってきてロバスト PCA をかけてあげればよいというのがこのコードになります。で、これで大体説明は終わりなんですけども、ですね、まあ、一つやってみましょうかというぐらいで、まあ、もう時間なので、ここを説明して終わりにしたいと思いますが、ロバスト PCA と特一分解の比較というので、先ほどはスパースノイズをどれぐらい強くしたかというので、ここを1だったような気がするんですけど、ここに3をかけてみるとか、0.5 にしてみるとか、その時にロバスト PCA の結果と SVD の結果がどう変わるかというのを調べてみてください。まあ、これすぐできますね。それと、あとはもう一つ、ちょっとやる時間がなかった、次回やるかもしれませんが、この、顔のコード CH03 のセクション07の RPCA というのが、顔画像の RPCA による顔画像解析のコードです。これを走らせてみて、先ほどの、振る舞い、ロバスト PCA で顔の、顔と照明というのを分解できる。L が顔の画像で S が照明の変化というのを捉えられるというところを見てみてください。で、まあ、ちょうど時間になったので、ここで区切りがいいので終わりにしますが、何か質問がある人は残ってください。質問ありますか？質問がなければ、ここで終わりにします。じゃあ、来週また金曜日に続きをやります。一つ、ウェブクラスにスライドを上げてますんで、スライドをダウンロードしておいてください。じゃあ、これで終わりにします。質問がある人は残ってください。